くじ引いていきたいと思います。何引くんすか？恋みくじ。嘘やろ、煩悩やん。お前昨日108回金疲れたのにもう1個目の煩悩出たやん。はい、まあね、後ろの人たちもいるんでね。はいはい、じゃあ後でみんなで引きましょう。3枚ぐらい。いや、1枚な。もう強欲の極みやん。よ、はい、ありがとうございます。じゃあ僕はね、恋みくじで恋みくじでおぉ、いい感じ？いい感じ？あんまりいい感じじゃなさそう。どうじゃった？うまっ。どうでした？じゃん、小吉？小吉、あ、次誰？大吉。ま？マジ？うわ、ほんとだ、一緒。どっちが先行こうか。こっち行こう。小吉、一緒やね、レシリート。中吉。小吉と中吉どっちがいいんだ。あ、ね。ちょっと俺も引きたい、そろそろ。ちょっと待って、後でみんなの内容見よう。あ、ごめん、起こしかったし。おい。まあ、そこが本体やけども。え？嬉しい。寒すぎてね、引けんのよね。マジ？やばい。大吉。マジ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 。恋みくじ大吉で買い勝ったわ。勝ったわ。え、見とるんかな。ちょっと内容。いや、そこ顎だけ映した、顎だけ内容。同い年か、2、3歳の差が良い。年齢差なるほど。じゃあ、顎だけ。先生、先生、僕もね、もういい年してるんで恋みくじ引いてきましたよ。やば、結婚、あなたにはできすぎた相手が得られるでしょうって。すごい。どうも。くっそうぜ。去年か。いやー、しょうもない。なんて書いてある？縁談。考えるのまだ早いが、いや、まあ相手がいないから縁談はねえんだ。うん。あね？うんうんうん。結婚2、3年の後ぐらいが良い。まだ早いらしい。まだ大丈夫。2、3年は活動できます。え、何？俺言いたい？言いたいな。待ち合わせ、食事が楽しく、景色の美しい場所で時間に遅れないこと。わかりました。じゃあね、池田の内容見たくね。それ、恋みくじじゃないからな。普通の絵でいいよ。普通の絵でいい。え、何？恋、恋期待したの？煩悩やんけ。煩悩かよ。お前の最低やな。はい。じゃあ、嬉しい君からで、嬉しい君からでいいじゃない。学問、決心が足りない勉学生。甘いんじゃん。そんなもんじゃない。うわ、他人のために尽くしなさいよ、俺と思って。一番僕の生き方ですよ。大丈夫、それ俺のおみくじじゃない。矢部さんの時です。なんか、いや、一番面白いのは、まちびと。まちびとのとこ読んで。
待ち人来る早いでしょうらしいです。ははいや、皆さん商売ですよ、これは商いなんですよ。商い、はい、商い。あ、普通のおみくじ引いたん？高からずリスクし、ね、損はない。まあね、損はない。で、利はある、はい、お前ないや。もうね、愛しの旅人読んで、ね、旅人、うん、デザイアの旅人、はい、よろし旅立ちや、旅立ち、よろしらしいですよ。よろし、旅立ち、盗難用人。あ、デザイアの町人あった。町人、来ず、訪れあり。まあ、連絡はあるけども、来んらしい。今行くわーって寝てたわ。こういうノリ。あ、僕いつか出産。出産。安産。産後に気をつける。産後の勉強や。そろそろビールを挟んで。恋愛相手を極めよう。縁談いろいろと言いくるめられることに用心。なんか僕のことになるの。相手の言い訳されるんだ。それはそれでよく。女の決断死にしかない。それはいい。それはそれで幸せ。まあね、誰も今日が出てないんでいいんじゃないですか。ね、うんうんうん、最高じゃん。うん、なんなら二人大吉だし。お前大吉。こういうことじゃん。一旦買おうか。お金ない。じゃあ続き初詣楽しみます。行こう。